サリアルカはカザフコーチの一部でカラガンダ市西方約 250km にある黄色い山脈を意味する地方名である。サリアルカは2008年7月7日にユネスコの世界遺産に登録された。カザフスタンでは初となる自然遺産である。口日するようにサリアルカ、サルアルカなどとも表記される。 サリアルカには、ナウルズム国立自然保護区とコルガルジュン国立自然保護区が含まれており、これらの保護区には、ヨーロッパ、アフリカ、南アジアなどからの渡り鳥たちにとって、重要な停留地となる湿地帯が存在している。この地域を、作事場として使っている鳥は1500万から1600万羽に及ぶと見積もられており、その中には絶滅危惧種も含まれている。 コルガルズイン自然保護区では、フラミンゴが特に目を引く。一体は同時にカザフステップで広く見られるマーモットや、オオカミなどの野生動物の住処になっているほか、絶滅が危惧されているサイガなども生息している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。英語名は、サーヤーカ、ステップアンドレイクス・オブ・ノーザン・カザフスタンで、 フランス語名は、サーヤーカ、ステップイラックスジュカザフスタンセプテントリオネルである。その日本語名は、資料によって若干の揺れがある。他、NHK 世界遺産では、サリアルカ自然公園と表記された。ありがとうございます。